Peggy 18. Sega. まあそうですね、一番好きだったのは映画なので、まあ大抵は子供の頃はみんなコミックが好きですけど、僕は漫画も読みましたけど、どちらかというと映像の方が好きで、まあめったには行けなかったですけど映画を見るのがすごく好きでした。まあ今それも昔はもうビデオとかないので、当然 DVD もないですし、まあ非常に価値のあるエンターテインメントに触れる機会として、子どもの頃から、まあ今でももちろんそうですけど、映画っていうのはすごく僕は大事な、僕を育ったカルチャーでした。やっぱりそれは、まあ、正直そうだと思います。まあどちらかというと、また表現的にはハリウッド型というよりは日本映画のような、その人物に非常にフォーカスした撮り方をしているので、海外の人から見るとむしろ新鮮かもしれない。日本人から見ると割と親近感のあるカメラワークで、まあ、とにかくヒューマンドラマなので、人の表情をどう撮るかとか、人のアクションをどう撮るかとかいうことをすごく、こだわった絵作りに、まあ、龍が如くの場合はなっていると思います。分かった。そうですね、仕事で言えば割と想像はすごいする方なんですよね。で、人よりもずっとする方で、そのゲームが最終的に出来上がった瞬間の絵も想像するし、その時に流れるであろう CM も想像するし、お店並んだ時にこういうポスターが貼られてみんなこういう顔をして買っていくんだとか、なんだろう、もうまだ企画書も完全に出来上がってないけど、もう売られていくところまでのイメージ、発表会、こういう場所でこういう発表会をやってとか、もういろんなことを全部、その辺のイメージがちゃんと出来上がらないと売れる気がしないから、僕はそこはすごく大事なんです。まあ僕が知る限り、セガだけじゃなくてね、だいたいヒットメーカーと呼ばれる、プロデューサーの連中はみんなそういうイメージをする力がみんな強い人間が多いので、逆にうまくいかないプロデューサーはそういう質問した時にだいたい明確な返事は返ってこないんですよ。そこはすごく大きいと思います。